こんにちは、受験情報チャンネルのブラック先生です。7月に入って暑い日が続いて、まあ、雨も降りますけれどもムシムシしてという日が続いていますけれども、梅雨が明けるとですね、夏休みということになって、夏休みが受験の天王山ということになってくるんだと思うんですけれども、夏休みに入る前、落ちる子が必ず言う言葉があります。で、これ私の経験値なので何の根拠もない話ではあるんですけれども、どんなことを言うかというと、落ちる子必ず言うのが、死ぬ気で勉強します、死ぬ気で頑張りますという言葉を言います。ですので、お父さんお母さん、もしお子さんがですねこの言葉を言ったら要注意ですので、ぜひ、注意してですねいただければなと思います。で、どういうことっていう話なんですけれども、まず現状ですね、死ぬ気で勉強します、死ぬ気で頑張りますというお子さんの現状なんですけれども、どういうことかっていうと、死ぬ気でやらないと合格できない、そういう学校を狙っているというところです。狙ってなければ、この言葉は言わないわけで、死ぬ気でやらないと合格できないな、とても手が届くところじゃないなというところを狙っているので、落ちやすいよねというところにもつながっていきます。で、死ぬ気でやるの、具体性がないというの、これが最大の問題で、細かく分けたんですけれども、じゃあ1日何時間やるのとか、じゃあここから受験まで何日あるのとか、この問題集1冊やるのに何時間かかるの、問題集も、広げてみて最初から最後まで見ていただければですね、問題が何問あって1問解くのにどのぐらいの時間がかかって、でそうすると全部解くのに何時間ぐらいかかるなっていうのは、掛け算すれば分かることですよね。で、1週じゃ足らないので3週ぐらいしなきゃダメだなとなれば3倍、2週目3週目は多少時間短縮ができたとしてもたかが知れているので、大体のおおよその見当はつきますよね。で、プラスアルファ、そういう問題集が全部で何冊あるの、単純な掛け算割り算、そんな計算なんですけれども、その具体性がない状態でこれですね、死ぬ気で勉強しますと言っているのが現状で、さらに言うと、今まで死ぬ気でやったことがないから言える言葉なんですよね、死ぬ気でという言葉、ですので、もしお子さんがですね夏休みに入る前、死ぬ気で勉強します、死ぬ気で頑張ります、なので、ぜひここからの僕を見ていてください。こんな言葉を言ったら、この子は来年落ちるかもしれないぞという危機感を持っていただければなと思います。で、近未来予想です。8月になる前に、夏休みに入ってですね、20日ぐらいから夏休みになって10日ぐらいで8月を迎えるわけなんですけれども、その8月を迎える前にこういう状態になるはずです。1日5時間やった日が、1日2日はあるよね、数日はあるよねという状態で、毎日の生活を見ていると1日2、3時間やれば御の字みたいな日がほとんどで、勉強しなかった日もあるよねというのが、8月になる前の10日間でこんな状態が見えてくると思います。で、最初の意気込み、死ぬ気でというところがだんだん薄れていくということになっていくんだと思うんですけれども、その時にですね、ぜひやっていただきたいこと、ここからですね、こういうお子さんを、こいつ絶対落ちるぞとバカにしてもしょうがない話なので、こういうお子さんをぜひ合格に導くために、ぜひやっていただきたいのがですね、お子さん自身に、お子さん自身を、客観的に分析していただければ、これができるとだいぶ話が変わってきます。もしかすると、ここの当初の目標校ではないにせよ、どこかの大学あるいは高校に合格できるということがだいぶ見えてきますので、ぜひこれをやっていただければな、7月の末あるいは8月の頭にやっていただければなと思っています。で、この状態ですね、1日5時間やった日が数日で、1日2、3時間の日がほとんどで、勉強しなくて遊んじゃった日もあるよね、ゲームばっかりやって1日が過ぎちゃったなんていう夏休みの1日、そんな無駄な日もあったよねなんていう、この状態ってどういう状態なのっていうことなんですけれども、要は、死ぬ気で勉強するとは言っていたものの、気まぐれで勉強頑張った日が、要はこの勉強頑張った1日5時間もやっちゃったっていう日が、数日あるだけ、要はこれは気まぐれでやっただけで努力じゃないんですよね。で、2時間しかできないんだったら、僕は2時間しかできないんだ今現状、そういう、気力というか体力というか、勉強に向かう姿勢の状態なんだというところを、把握していただいて、で
じゃあ勉強しないでサボっちゃう日、こっちですね、勉強しなくて1日ゲームやっちゃった、テレビ見ちゃったという日をまずはなくそう。1日2時間でいいから、2時間はしっかり頑張ろう、それで そういう日を毎日にしようというところにから始めていただいて、で、それができるようになってから2時間を、まあ、2時間半でもいいですし3時間でもいいですしに増やせるようにしよう、でまずは毎日を勉強するようにしようということを、始めて、いただくと、そこからですね、じゃあここからこのペースでやっていって、先ほどの問題集の話、何時間この問題集をやったら終わるんだろうか、何周すれば自分の頭に入るんだろうかというのが体感的に理解できるようになってくると思いますので、そうすると、目標校が現実なのかどう、現実的なのかどうなのか、死ぬ気でやらないと合格できないようなところを死ぬ気でとは言ってみたものの、こんな状態、8月になる前にこんな状態になってしまったんだという客観的な自己分析をもとにですね、目標校を、もう一度、見直していただければ、もっと現実的な、そしてもしかしたら、偏差値レベル等々の、バイアスがかかった情報ではなくて、自分に合った目標校というのが、見つけることができて、そこへ向かって、この毎日コツコツと頑張るという習慣さえ身につけばですね、来年の春、いい春を迎えられるようになるんじゃないのかな。ですので、この暑い時期ですけれども、この暑い時期に来年の寒い時期に向けて、こんな予想をしているんですけれども、お子さんがこの言葉ですね、落ちる子が必ず言う言葉、死ぬ気で頑張るを言ったらぜひ要注意というところでお考えいただければな、そんな風に考えています。今日のお話はここまでです。ぜひチャンネル登録していただいて、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。